今回の美食の集いっていうテーマなんですけども、東京という土地柄、食材がいいものが集まるというのはあるんですけども、今回はより、日本全国の食文化というものを、東京から見てより良い形に消化できないかと考えて、今回を料理を着手しております。その地域の郷土料理、伝統料理をモチーフにした料理を東京で新たに創造し直す、当時江戸の料理人たちがやっていたことを現代風にモダンにしたものっていうのができるんじゃないか。フランス料理というものをちょっと勉強してきた中で、それを取り入れることによって、今の人、今レストランに来てくださる方も解釈しやすい、食べて美味しいと思っていただけるような形に変えて提供する。